前回のラジオは聞いていただけたでしょうかもちろん聞いたよね前回ね、三匹の子豚やったんだよね。そうだねみんなが、うさぎさん、えっと、なんだっけキツあ、そうだ、キツネさん。え、違うよ、私アライグマ。あ、そうだアライグマになって、あの狼を退治したの ねえぶじりちゃんのお家のおかげで平和な毎日を暮らしきた,、ねうん、しした。えー、うん、今日もそんな感じで平和なね毎日をね、うん、送れるようにね、うん、ラジオやっていきましょうねはいその前に私たち前回のラジオですっごい大事なことを忘れたよねそうだったねうん、うん、じゃあみなちゃんあの何を忘れたかどうぞ。 私たちの自己紹介をし忘れちゃったんだよね。そう一番大切なところをやってなかったね。うん、すみませんでした。ね、今回改めて自己紹介したいと思います。はい、じゃあまずは。はい。私はミナです。ミナはいつもツインテールフィヨーンってしてます。うん、で3人の中では一番のんびりしておとなしいのかなおとなしくはない、うん <laughs> ノンビーだねそうそうそう。うん。そうそうん。だね。で次は。で次次私行っちゃっていいの？うん、次は私はリカです。<に>リカちゃんです。うん、<laughs> 色は黄色だね。そうだね。あのそうミナちゃんはねピンクなんだよね。うん、そう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 。 って感じで、私はお菓子が大好きなんですそうなんです。毎日毎日パク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 さっきもね、あのラジオ始まる前にいろいろ練習してたんだけど、リカちゃんだけ、あの次食べるのはこれにしよ次はこれで、もうテーブルの上に並べすぎてよくわかんなくなっちゃったねいいじゃんだってさ、なんか幸せになれるじゃんなんか目の前に置いとくとさ。太っちゃい

ミニミニギャングってどんな人たち？ミニミニギャングは、うん、平均身長が百四十五センチなんです。うん、ちっちゃ。ね、イクエが言うな。<laughs> 一番大きい。イクエだって四十六センチじゃん。あの<ー>実物大を見るとみんなにちっちゃいっていっぱい言われるんですよ。うんね、ちっちゃくないよね。別になんか自分たちはこのまま。 このままを生活してるんじそうなんだけど、大人から見たらちっちゃいみたいそうなのかなそんなつもりないけどねまだまだ伸びるんだよそうだよまだまだ伸びるんだよだから大丈夫だよ大丈夫だよいっぱい食べよっかうん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 でよしそんな感じだねよしということでじゃあきっと毎回恒例になるだろう私たちの童話を読みたいと思いますうんうん では3人でタイトルをせーの大福虫昔々ある田舎のお話です町から来た人が田舎の道に大福餅を一つ落としていきましたあれおかしなものを落としていったよみなちゃんといくえちゃんが大福餅を見つけて集まってきましたでも この田舎では、誰も大福餅を見たことがないので、それが食べ物だということに誰も気がつきません。よし私が触ってみるよ。いやーぐにゃぐにゃして気持ち悪いみなとイクエが不思議がっていると、リカちゃんが通りかかりました。あれどうしたの何かいるのうん。これ。 なんだろうと思って。うーん。この、ブヨブヨとした感触は、ーんー、芋虫だよ。これは、芋虫の親だめに違いない。うーん、芋虫か。でも、どうして動かないの指でつっつくと、中から黒いあんこが出てきました。びっくりしたリカちゃんは、 慌てて大福餅を投げ捨てて言いました。わあ、そんなことをして指を食いつかれたらどうするの？大福餅は道に転がったまま動こうともしません。イクエちゃんが恐る恐る近づいてみると、破れた大福餅の皮からつぶつぶの小豆が顔を覗かせています。うーん、もしかしたらこいつは 小豆を食べる虫みたいだね。こんなに大きな虫なら、村中の小豆をみんな食べちゃうよ。もう死んでるみたいだけど、念のために踏みつぶしておこうーしやったーいいそう言って三人は、大福餅を踏みつぶすと、たたられないように、大福餅のお墓を作りました。 どうか、成仏してください。なむなむ。おしまいはい終わりましたはい大福蒸しでしたはかったでしょうか面白い話だよね、これ。うん、そうなの大福って知らなかったら、うん、ね踏んづけちゃうんだよだ食べ物なのにもったいない絶対食べる私だったら。

えーって感じ。えー。あれ食べちゃいけないからね、うん、みんな。あれ食べ物じゃないから。うん。絶対口、うんうん、口入ったらうえ、ん、ってって口水でプヤってって。口

ああ、いくいちゃんには何ももう渡さないで。<laughs> 消しゴムも。<laughs> 渡されなくなっちゃった。本当だよねねねえ、り、ね、かちゃん。<laughs> 10月って、りかちゃんにとってとっても大切なイベントがないー ?10 月かー。あのね、そうなんだよね。確かに、今なんか食べ物のお話してたら、うん、10月はハロウィンだーハロウィンだーったーうん。ちゃんって、うん おうちの時に、あのみんなでこう落ち回って。トリックアトリートってた?。トリックアトリートね、なんかね、ちっちゃい時にね、あ今もちっちゃいか。なんかね、やったな。やった?。そう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 。なんかもらった。本当、ミ奈ちゃんやった?。やったことない。本当。うん。私もやったことあるんだ。うん。うそどうやるの?。もう、あらかじめ友達。ちを。日本ってそういう風習がないじゃない。だから。もう。 友達何人かの家を必ず回るってやってでみんなあの放課後になったらお菓子いっぱい買ってうん、うん、その友達の前行って「お菓子くれー!」って言って<ー>お母さんとかそお友達とかがこう出てきて「ほら<ー>ほら」ほらって「でで<ー>ってつかみ取りやった<ー>おすっごい面白かったよ トリックはトリートって言った？あ言わなかった。あれ？おかしいよね。あと思ったのトリックオアトリートってなんかいたずらなんだっけお菓子をくれないといたずらするやつでトリックがえっといたずらおわがもしなんだなんだ？どもしくはでトリートがお菓子で思ったのイクエちゃんはなんかお菓子もらってもいたずらすると思うよ。本当？でそういう時になって言ったらいい？ もうどっちもくれあ、どっちもなんでそこトリックアンドトリートって言わないのあの、もうわからな英語なの英語だから。英語ちょっと思いっすね。みかちゃん、英語苦手だから。わかんないけどね。わかそうそう。じゃあ、そのイベントに向けてね。うん。ミニギャンも準備しないとね。そうだ。もしかしたら、このラジオを聞いてるあなたのうちに、いきなりピンポン誰だよ、みかちゃん。 閉めた音。今閉めた音お菓子もらわないから帰れないねね、お菓子もらうまで扉の前にいるんでそう、いたずらちゃうね私たちがねだから、棟梁の家に絶対に行こうねあ、そうだよじゃあ10月31日はみんな予定あけといてようん、うん絶対にお菓子もらいに行くから行くぞ行くぞー行くぞよいしょ、よいしょということではいうん。 もう結構、結構喋ってる喋っちゃったから、喋っちゃったわ。うん。どうしようかしらのよーし。うん。もうお別れの時間来てないのまだ来てないんだって。おじゃあまだ喋れるぞまだ喋れるね。じゃあさ、じゃあさ、ちっちゃい頃、聞いてたときに、夜寝る時にさ、お母さんとかお父さんがさ、 お話ししてくれるじゃない。なんかある思い出に残ってるの。なんかね、最近ね、思い出したお話があるんだけど、なんか木があるあってね、木が、虎がね、くる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 回ってると、なんかバターになるっていうお話。あるねなんだっけあれなんかふと思い出したの。なんだっけあれなんか…知らない。あ、知らない私それ、ふと思い出して、なんだっけみたいな。 よく覚えてないけど、なんかね、南国風の絵だったの覚えてる。なんだっけでも、虎はバターにならないってずっと思ってた。いや、でも思ってた。その時は、あ、バターになると思ってた思ってた。ほんとに虎がバターそのバターどうやって回収するのいや、なんかむいちゃバターだよ。食べるの

右から左耳って言って全部飛んでっちゃ見てちゃったあーお母さんの声気持ちいいなぁそう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 おやすさすがミラちゃんそうなんです私はね喋ってもらった記憶がないからなんか寝つきのすごくいい子だった何なのなんかおはやすみな えクエちゃんがえクエちゃんがそんなこと方なの。寝て、で起きて、なんかこう冷蔵庫やって、あひんやり気持ちいいやったん。で、クーラーじゃなくて冷蔵庫で涼むの。ボタン。でも一番いいよね冷蔵庫がね涼しいからね。ああ。ね夜の子供たちは不思議なのがいっぱいいるから。そうだね。お母さんたち気をつけないといたずらしちゃうで。それが三十一日ハロウィン。やった。楽しみだ。え。 はい、楽しみといえば次のねパーソナリティーは一体誰なんでしょう誰なんでしょう知ってるああのねピコピコピコってねお空の方から飛んでくるコズミックドールっていうコズミックドールあっそっかコズミックドール。きっとピコピコしてるからピコピコした声で出すと思うんだピコ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 。で耳にアンテナついてると思う。 あ、ついてた。ついてた。針金みたいなの。金みたいなの。あ、すごいなきっと宇宙語話してくれるんだぜ。宇宙語話してくれるって。うん。すごい楽しみだ、次。えぇって感じで、松田一家では皆さんからのお便りを募集しております。はい。はい。普通おた質問や励ましのメッセージなど、何でもいいので送ってください。すべての宛先は、m, a, t, s, u, d, a, ハイフン、ikka, アットマーク、ATOSUTA.com、ツダハイフン、一家、アットマーク、アトスタドットコム各ホームページのメールフォームも活用してください。お便り待ってます待ってます,てますはい、それじゃあまた、うん、お相手は、ミニミニギャングのみな ギャングのリカとギャングのイクエでしたはいまた聞いてくださいね